今日はですね、2024年1月の頭なんですけど、はい、すごい暗いニュースが続いてね、本当に芸能界の不倫とか悲しい殺人事件とか政治の不祥事とか、うん、ずっとそれを流す必要があるのかっていう、まあ、それだけこう普段のメディアって誰かの意図で何かをコントロールされているんですよね、はい、まずはですね、自分の気持ちを大事にしてください。そういう人の気持ちとかにはすごい繊細でも、自分のこう感情とか感覚に鈍感だったりするんですよね、そういう方って。あとあれですね、その陰謀論とか人工地震とかめっちゃ分かんないですよ、なんかそれが今必要なのかっていうところですね、はい、この地震がじゃあ人工地震って分かったところで何ができるのかっていうところもありますから、その指示があるまでこう冷静にいられるとか、そういう国民性って本当に素晴らしいなと思いましたね、うん、こんにちは。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、2024年1月の頭なんですけど、はい、すごい暗いニュースが続いてね、本当に、はい、そこについて、まあ、その地震のことやったりとか、あと火災だったりとか悲しい事件とか、世の中が暗くなってる時こそ、まあ、自分をねしっかり持ったりとか、健康になるためにはどういうそのマインドだったりとか心持ちが必要かっていうのをちょっと話していきたいんですけど、はい、田中先生、今2024年明けてドドンと災害が来たんですけど、はい、どんな感じで見てますかね。いや、まずびっくりしましたね、はい、僕ちょうどですね、その元旦の羽田空港にですね、はい、火災がある2時間前ぐらいに降り立ったんですよ。はい、飛行機もあんまそんなたくさん乗る機会はないので、うん、もう飛行機乗りながらですね、はい、こんなに飛行機がこう行ったり来たりして、はい、よく安全にできてるなっていうふうに思った直後にですね、ニュース見たら火災、もう飛行機が燃え上がってるところを見たので、はい、もう本当にびっくりしましたね、うん、我々もね、その僕の知り合いとかも、まあ、石川に住んでる方もいらっしゃるし、まあ、新潟に住んでる方もいらっしゃって、富山県もいらっしゃって、まあ、大丈夫だよとは言ってたんですけど、はい、まあ、僕は情報配信をずっとしてるので、なんか情報配信者界隈だと、その被災地に行かないやつはダメだとか、あとは被災地に、まあ、僕らみたいな情報配信者が行っちゃうと再生数稼ぎで売名行為で行きやがってとか、あとはその寄付をした人、寄付しましたって自分のインスタとか、まあ、そういうストーリーズで流したらそんなこと言うんじゃねえとか、はい、そういうなんかね、まあ、僕からするとよくわからないことを言ったり言われたりしてるので、うん、なんでこうなのかなって思ってたんですよ、ね。まあ、やっぱ解釈って無限なので、はい、どんなに良かれと思ってやったこともですね、はい、マイナスにも解釈できてしまうんですよね、うん、でもそれはやっぱり非常にもったいないですよね。で、僕はそのなんか他のね SNS でも言ったんですけど、僕は被災地ももちろん今のところは行ってないし、あとはまあ寄付もねどっかの団体にしないです。これは僕がずっとその情報配信をしてて、いろいろなところに、まあ、ぶっちゃけいろんなオファーあります。僕はそういうことはせずに、まあ、経済を回すために仕事を一生懸命頑張って、そしてちゃんと税金を納める、そういう雇用を作ったり仕組みを作ったりで、こういう情報配信で健康を導くことをずっとやってるので、あんまりなんか一つの団体とか忖度が出ちゃうんで加盟しないんですよ。僕はこうしてます。みんな周りの目をすごい気にすぎちゃって、あの人がやったから私も募金しなきゃじゃなくて、自分が本当に募金をしたいなと思えばすればいいし、したくないなっていうか、あれだったら別にしなくても僕は別にいいと思ってるんですよ、うんうんうん、それをこう言っちゃうこの世の中っていうのは、なんかどんどん暗い方向に行っちゃうなと思ってて、うん、なんかコロナの時もそうでしたけど、はい、すごいこう自粛警察みたいなのがいましたよね、はい、そうなんですよ、ね、結局やっぱ一番大事なのって今をしっかり生きることだと思うんですよね、うんうん、で悲しいニュースが続くとやっぱそれがこう立て続きに、はい、まあ、それは確かにそうなんですけど、はい、でも世界全体を見たらですね、もう悲しいことってもう山ほど毎日起きてる。なのでそこでですね、じゃあその悲しいことが起きたらですね、自分たちがもう楽しんじゃいけないとか経済活動しちゃいけないっていうこう自粛を続けてるとですね、結局それってもう何も回らなくなってしまうわけで、まずはその自分が健康で自分にできることをですね、しっかりやるっていうことが一番大事だと思うんですよね、うん、まあ、寄付をしたりとかその支援を送るとか、まあ、そういうこともですね、そのやりたい方、うん、そのそういう形で貢献したいっていう方はぜひしていただけたらと思いますし、うん、まあ、そうじゃなくてもですね、その日常生活でできること、今できることと、まあ、その未来に対してできることってたくさんあると思うので、まずは自分をしっかり生きるっていうことが大事だと思います。うん、僕も 3.11 日の時にテレビが一斉にやらなくて、番組がずっと全部一緒だったじゃないですか。ああいうなんか悲しい情報をずーっと見ちゃうと僕はメンタル的に良くないなと思う。
ので、はい、やっぱり普通通りの生活とか、あと自然に触れたりとか動物に触れたりして外に出て深呼吸をするとか、そういう感じでも軽い運動とかっていうのはすごいおすすめです。本当に、うん、すごいなんか気になるのは分かるんですけど、ニュースずっと見ちゃうのは分かるんですけど、あんまり見すぎずに、うん、まあ、普段の生活に戻ったりとか、そういう形で自分の楽しみを全然出してもいいと思うんですよ。昔のテレビでね、見たんですけど、イギリスかどっかの海外のテレビで、はい、ロックスターが亡くなっちゃって、はい、後追いの自殺が増えた時期があったんですよ、はい、どっかで自殺しました、自殺しましたって、まあ、テレビでやっぱ放送するわけですよ。でまたそれを見た人たちが真似してやっちゃうわけで、はい、でその自殺が本当ゼロに近く止まった時期があったんですよ。でそれ何をやったかというと、テレビで放送しないってなったんですよ。あ、だからメディアで放送しなくなったら後追い自殺もなくなったっていう実績が海外で出たっていうのを僕ニュースで見て、ね、まあ、こういうの本当大事だなと思って、うん、やっぱ確かに その、はい、そういう悲しいニュースとかそのマイナスのこう情報ばっかり見てると、はい、だんだん気持ちも暗くなってくるじゃないですか、はい、うちもですね、あの長さんと同じでテレビないので、はい、なかなかそういうのを見る機会ないんですけど、うん、たまにこう病院とかでこうパッとですね、はい、午後のニュースとか見てると全然こう自分と日常生活で無関係のですね、芸能界の不倫とか悲しい殺人事件とか、うん、政治の不祥事とか、うん、ずっとそれを流す必要があるのかっていう、もう本当に嫌になっちゃうんですよね、うん、なんかもっとそのそれ以外にメディアで発信するべきことたくさんあるのになっていうところを毎回感じていて、まあ、それだけこう普段のメディアって誰かの意図で何かをコントロールされるっていうんですよね、はい、まあ、なので、まあ、そこにやっぱとらわれすぎないでほしいですね。なんかあれですよね、今の世の中だと、まあ、これもね実はスマホで撮ってるんですけど、自分で情報をアクセスできるんで、これってすごい時代なんですよ。今までだったら昭和17年の生まれたと僕の父親の年代でね、80ぐらいの人なんですけど、その人たちってテレビしかなかったんですよ。テレビが言うことが本当だとか、テレビが言うことが真実だみたいな感じで完全に信じきっちゃってたわけですよ、うん、でも今の若い人たちっていうのは自分で情報アクセスできるから、その人たちに比べたら情報の質とか量っていうのは格段に多いわけですね、はい、だからちゃんと自分で情報を取りに行って、しっかり思考停止じゃなくて考えて、で自分たちで、まあ、知り合いとかと論議しながら自分の人生の選択できるようにっていうのは、僕はこの配信をして美容サポチャンネルも健康のためにねやってるんですけど、そういうふうに自分が取りまくってすごい不安になるんだったら取らないでください。やっぱり人間って笑顔だったりとか楽しいことがあるとやっぱり幸せの幸福度を感じたりするし、だからって悲しいニュースを全く無視しようとかじゃなくて、ある程度理解しててもずっとそこに入らなくてもいいよってことなんですよ。金子先生と僕何やってるかっていうと、ずっと仕事してます。朝から晩まで仕事してます。テレビ見る時間ありません。そういうことがあったんだなってのは分かってます。ただやるべきことっていうのは、目の前の金子先生だったら患者さんを良くする、で僕だったら情報配信して関わってるフォロワーさんとか視聴者さんのために何ができるかいつも考えて配信するっていうことをずっと繰り返してるだけなんですよ、うん、そういうふうにね、まあ、アンチコメント言っちゃう人も僕はちょっと寂しかったりとか、まあ、時間が暇なのかなと思ったりするんで、ぜひ皆さんはそっちの方に足をすくわれずに自分らができることをしっかりやっていきましょう。はい、そうですね、こういう本当に災害があったりとか、うん、こういう事件が続く時こそです。特にこう繊細さんですね。繊細さんってこう何かこう悲しいニュースがあったりすると、その被害者の方とかの気持ちを想像してそこでより疲弊してしまうってところがあると思うんですね。そういうお気持ちも分かるんですけど、まずはですね、自分の気持ちを大事にしてください。そういう人の気持ちとかにはすごい繊細でも、自分のこう感情とか感覚に鈍感だったりするんですよね、そういう方って。なのでまずは今のこう体とか自分の気持ちに耳を傾けて、結局やっぱ自分が健康じゃないと周りの方も健康にできないので、まずは自分の体調を整えるって、今自分ができることに専念するっていうことが非常に大事ですね。あとあれですね、その陰謀論とか人工地震とかちょっと分かんないです、まあ、これだけ科学が発展してたら気象兵器とか人工地震は多分できちゃうでしょう。できますよね。ただそれを知ったところでどうするんですかって話なんで、うん、起きちゃったことは起きちゃったことなんで、これからどうやって自分たちでみんなで協力していくかを話し合った方が僕はいいと思います。だから僕にもね、よくあれは人工地震ですかとかよく来るんですけど、答えは分かりませんです。本当に申し訳ないです。現場行ってないし分かんないし、まあ、ハープとかいろいろねあるのは僕も勉強してるんで分かってますけど、全然そこは分かんないし知らなくてもいいと思ってます、はい、そういう災害が起きたって実があるので、そこに対してどうやっていくかを話していけばいいんじゃないかなと思ってます、はい、ネット界隈で
陰謀論系とかをみんなで僕は知っていましたみたいな感じで配信する人もいますけど、うん、あまりとらわれないでください。うん、なんかそれが今必要なのかっていうところですよね。はい、本当張さんがおっしゃるようにこれからどうしていくってところで、うん、その地震がじゃあ人工地震って分かったところで何ができるのかってところがありますから、うん、ぜひですね今を一生懸命生きてもらいたいですね。うん、あとは例えばその世界の話を言っちゃうと日本人がずっと攻撃されてるさ、なんでじゃあ攻撃されてるんだって言ったら僕はプラスの方に考えて悪い人が日本人をビビってると、日本人はすごいんだみたいな、だから日本人がしっかりちゃんとやっていけば、まあ、世界の光にもなるし日本が復活すれば今後の未来は明るいんだぐらいに僕は思ってます。飛行機の火災事故でも思いましたけど、うん、やっぱあの日本人のああいう危機の状況の時にすごいこう列に並んだりとか、うん、その指示があるまでこう冷静にいられるとか、こういう国民性って本当に素晴らしいなと思いましたね。うん、あの燃え盛ってる中でこう椅子に座ってられるって本当にある意味すごいことだと思います。そうですよね、 CA さんが言ったことをちゃんとみんなで守ってたって感じですよね。うん、座ってだからね、中でパニックになったりとかしなかったっていうのがね、今回のやっぱりすごいんだなっていうのは思いました。やっぱりそのコロナ騒動もそうですし、ロシアの戦争もそうですけど、何が起きるか分かんないじゃないですか。うん、みんなそれが起きるとは思わなかったっていうことが起きてますし、はい、まあ、今回のこともそうですよね。まあ、なのでそういう状況へ その適応能力っていうのが非常に重要になってくると思うんですよ。うん、もう明日明後日何が起きるか分かんない、でもその起きた中でも自分ができることをやっていくっていうことが、まあ、今後はやっぱり大事になってくると思うんですよね。そうですね、だからこのビオサプチャンネルでは自分が健康になる、まずね、で健康になってちゃんとした食と運動習慣と、まあ、睡眠と排便ができてればまともな考えができるわけですよ。そうするとそういう人たちを救うこともできるし、そういう人が増えると世の中良くなるなと思って、金子先生と予防医学をみんなに病気にならないようにね、しっかりつながっていこうという形でビオサプチャンネルやってます。まあ、もうちょっとね皆さん深くつながりたい方は公式 LINE 必ず登録してください。そして、ビオサポ会員ね、ビオサポの会員もやってます、会員制のやつもやってるので、ぜひ、そこでもう少し世の中のためにやりたいとか、あともっと、僕も知識を深めたいっていう方はそちらにも入ってください。公式 LINE から入れるようになってます。はい、はい、それでは、金子先生今日はこれぐらいにしておきましょう。はい、はい、皆さんもっと明るく未来を自分たちで作っていきましょう。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。